チンしたじゃん。チンしたやつをこう湯に入れて戻すみたいな。チンするといいらしい。チンしたやつをこうやる。でもやけどするさーっとさーっと冷たいね、冷たいうどんを食べてちょっと炭水化物取り入れてからちょっとジム行こうかなと思ってるんで、塩水入れて納豆入れるから納豆入れる。これタンパク質だからね、タンパク質、豆でタンパク質を取っていくよっていうの話になってるわけですから、納豆入れて、卵も入れちゃいます。卵入れる。で、これ味の素も適当に入れる。で混ぜる。で、最後にのり入れといたらいいんじゃないの。ここで完成。泡ぐちゃぐちゃうどん。いただきます。うん。なんだろう。卵本来のなんだ、柔らかさ、まろやかさが、納豆と、こう、いいハーモニー。ってことで、チョコタップに行きます。炭水化物を取って、20分ぐらい経ったのかな。うん、ちょうど、うん、エネルギーに変わってる頃なんでね。ここで、一発、ジム挟んでおきますよ。終わったよ。今日はね、これからちょっとイベントがありますから、ちょっと虎達が野球から帰ってくるのをちょっと待ちます。今日はね、イベントがあるわけですから。はい、今寝てます。ここはお家です。お家作ったんだね、ここはね。いいっすか。どうしたらいいの？いくよ。ピンポン。こんにちは。こんにちは。お顔出して。さあちゃんでーす。ってことで、今日は花火大会があるみたいなんで、30分間だけどちょっと楽しみます。おー、いい。
夏っぽい、夏っぽいじゃない。どうだった花火？なんか面白かった。面白かった。さあちゃん寒かったね。寒しいけどさつどうだった？楽しかった。楽しかった？うん。寒いよな。お前寒そうじゃないな。乾杯。お疲れ。お疲れ。お疲れ。乾杯。どうよ、私を。 OK。 おー、どこ行く？よしよしゃー、できた？できた？鶏はね、レモンでいきますよ。いきます。うまっ。いただきます。あ、チーズ入れちゃうんだ。うん、今風だね。いいよね。きったね、顔。Bye-bye!